どうもイタンジーズです。ちょっと宝塚風です。今日はあれ看板みたいなあそこに書いてあるやつ、あ、これじゃない、こっち。今日は福島熊野マス神社にやってまいりました。1日です。アイザナミさんと、あら、これアマテラス大神の父ちゃんが、この人たちのいろんなものがなんか赤とかそういうのが全部子供になって、それがうちらになって、これだけ大元キリスト教徒でのアダムとイブ。あ、そうなんですね、いいとこ来ました。あ、まだ入ってませんけど、終わったみたいになったけど、今からで、ね、今から行きます。はい、今日宝塚が持ちます。男役です、もちろん。結構人が多い、雲がいっぱい、ね、あ、そういうことですね。安産と、安産と縁南とかも縁結びも、縁結ぼ、縁結ぼ、なんか書いてある。じゃあ私からどこ巻いたりね、落ちないように細胞が出てますね。またハンカチーフを本当に、自然乾燥。はい、帰ります。感じで、イザナミとイザナギがいます。ママテラスのお父さんお母さんです。じゃあこれ持ってたらお参りできないんで止めます。さよなら。誰って。おみくじを引きました。大吉、大吉、イエーイ、大吉出ました。私は大吉、私は末吉です。末ですもん。ですね、待ち人が触りあり来ず、去って触るらしい。そうです、もっといいことがあるところ。そうですね、はい。待ち人は来る、早いでしょう。なんか急な標準語ね。すごくのどかでございます。こんなやって浮島神社は浮いてるみたいになって、美味しそうなカモがいます。あ、肉は食べませんけど。美味しそう。肉は食べませんけど、さっきまでカモ南蛮、鴨南蛮うどんの話をしていたので、あ、蚊がすごいです。こんな感じです。大吉、大吉野郎です。大吉野郎です。昨日はハロウィンでした。今日は神社です。多神教なので、仮装じゃありません。これは宝塚とマフィアじゃないですよ。ちょっと帽子がちょっとお祭りな感じなだけです。ちょっと前髪が今上がってる感じ、なぜなら昨日ウィッグをかぶっていたから。ハロウィン編はありません。しまった、そういうのは。しまった、しまった。あれ旅行ではないからね、トラベってないからね、楽しんだだけだからね、うん、楽しかったよね。楽しかった、うん、ちなみにケルト人も自然崇拝で神道と似たところがございます。
なのでハロウィンはがっつり楽しみました。取り越し苦労って何取り越し苦労、取り越し苦労ってなんだろうね。取り越し苦労ってなんか、いや、後から考えたら、え、別に線でもよかった苦労じゃねみたいなやつだね。これ説明辞書に載らないやつだけど取り越したみたいな。違う違う違う、なんか別にこれ線でもこれ取り越し苦労だ、これ線でもよかったじゃんみたいな苦労、苦労をしちゃったってこと、うん、なんか回り道的な旅立ち、災いなし、騒ぐな騒ぐな、なんか上から、ちょいちょい上からが多いですねこの末吉になると。縁談、他人の無駄口より、苦節起こる、何も言うな、しゃべるなとこんにちは、どうも。今日はただ今日のことを面白く楽しく神様を念じつつ正しい心でやっていく、災いも転じて幸いとなる、災いもいいことに変わると、楽しく転じてて、今転んだの今結構激しめの刃物。今からうどんを食べに行きます。うどんを食べてできれば温泉も入りたいと思っていますが、すみません、温泉のレポートのはちょっと事務所 NG すいません。それではまた後ほど。